デリリウムトレメンスはベルギーのメレにあるヒューグ醸造所が醸造するベルギービールのブランド。スタイルはベルジャンスタイルペールストロングエール。アルコール度数は9.0%。デリリウムトレメンスは2種類のホップと3種類の異なる酵母で作られている。発酵は上面発酵である。また、瓶内熟成が行われる。液色は金色で透明。 オーデコロン用セラミックス製容器のような外観の瓶に詰められているが、普通の茶色の瓶をそのように塗装しているものである。瓶のラベルや専用グラスにはピンクの像などが印刷されている。ピンクの像はアルコールで酔っ払うと見える幻覚とされている。1988年、当時ベルギーに在住していたイタリアの首相の要望で醸造される。 1989年12月26日、デリリウムトレメンスの販売が開始される。1992年、デリリウムトレメンスやメレの他のビールを促進するために、コンフレリー、バンデロゼオラフォントが設立される。1999年、デリリウムトレメンスの10周年を記念して、デリリウムノクトリムの醸造が開始される。デリリウムトレメンスは、ラテン語で、新鮮鮮毛。 震えの来る、専門状態という意味で、アルコール使用障害下での禁断状態によって、引き起こされる激しい症状を指しており、アメリカ合衆国では輸入禁止とされたこともある。ありがとうございます。